必要なものはちゃんと確保して緊急の時にはですね使える放出するということをですね我々もやっていきたいと思っておりますから、場合によってはそういうの倉庫もですね自分たちでも持ちたいと。 JA 福岡中央会の乗富幸男会長は会見でこのように述べ、懸念される食料危機に対応し備蓄体制を強化する考えを示しました。その上で農業経営に必要な資材の高騰についてもかつてない危機的な状況との認識を示しました。また福岡県酪農業協同組合の草場哲司組合長は、飼料の高騰で酪農家の経営も圧迫され個々の経営努力では対応できないと訴えました。